はいどうも、今日も楽しくイカタコライフ、ももいかです。はい、今日もヒョウモンダコのテトちゃんの様子をお届けしたいと思います。まあ、以前の動画では磯で採集したカニとヤドカリをあげるっていう様子をお届けしました。まあ、どちらもヒョウモンダコの大好物みたいで結構餌食いは良かったです。まあ、他にもね、どういうものを好んで食べてくれるのかっていうのをいろいろ実験したいなと思って、今日あげる餌はこちらです。スーパーで買ってきた生きたアサリです。こちらをあげてみようと思います。果たしてヒョウモンダコはこの美味しいアサリを食べてくれるのかっていうのを実験してみたいと思います。今日はね、お腹空いてるのか結構活発に動き回ってるんですよ。じゃあちょっとここに入れていこうと思います。あ、どうだどうだ。お、わあ、抱え込んだけど、あれ離したな。なんか完全に最初餌だと思って降りてきましたよね。貝殻だけちょこんって触って、あとは離しちゃいました。かな、あとアサリのこのアサリがちゃんと開いてくれればまた変わるのかな。結構ね、イイダコとか、あとこうマダコの小さいやつなんかはこういったアサリあげるともう喜んで食べてくれるんですよね。もうこうやって閉じちゃったやつとかでも、もうその麻痺性の毒を注入して開けて食べちゃう。お、アサリもちょっと開いてきましたね。まあ、カニとかヤドカリみたいにすごい動き回ったりすることはないので、これをどう判断するかですよね。ちょっと興味を示してる感じはあるんですけど、食べるまでいくか。お、また腕伸ばした伸ばした伸ばした。お、おっとおっと、あー、ちょっと触っただけだな。ちょっとアサリはあんまり好きじゃないのかもしれないですね。やっぱ触るんですけど、こんな積極的に食べるって感じじゃないのかな。興味はでもやっぱあるんですね。なかなか食べなかったので、ちょっと剥いたアサリもあげてみました。もうね、一通りこれ触って自分の巣穴に戻っていっちゃったんですよ。お腹は空いてると思うんですけど、なんか固くなにこの剥いたアサリとか触ってももう拒否しちゃって、やっぱりカニとかヤドカリの方が好きなんですね。お、出てきた出てきた。でお腹は空いてるんですよ。僕的にはね、このアサリとかを食べてくれた方が、スーパーで餌を買えるってことなので、すごいやりやすいんですけど、ちょっとヒョウモンダコを買うには貝だと厳しいかもしれないですね。何してんだろう。すごい砂で砂をこうかき出してますね。自分の巣穴を広くしてんのかな。できた。また挑戦するか。まあやっぱり触っても、おい、嫌だみたいな感じですね。これじゃないっていう、わかりましたわかりました。もういつも通り大好きなカニをあげてみましょう。
すごい勢いで今飛びついていきましたよ。やっぱりカニは大好きなんですね。うわすごい、もうさっきまでと反応が違いすぎて、これだこれを食べたかったんだっていう感じの勢いでむさぼってます。お、巣に持ち帰ろうとしてるな。あ、今日はそっちがいいんですね。あんまりそこで食べられるとこの残事の回収がやりづらいんですけど、できれば手前で食べてほしいんですけど。はい、というわけで、まあ、今回はアサリをあげてみたんですけど、残念ながら、まあ、アサリはヒョウモンダコの好みじゃないという結果になりました。まあ、これからもね、いろいろなものを試しにあげていこうと思います。それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバーイ。